カッター使います。カッター使うの二回目ですよね。カッター使うときって何気をつけなければいけないんでしたっけ？怪我ですよね。ね、怪我するときってどういうときだか知ってる？<laughs> それな、その通り。えっ、ー、とね、集中力がない時ときと。 集中しすぎるときです。はい、しすぎるときです。ええー、なんで集中して切るのあの切るんですか切るんです。要は、カッター切るときってさあ、髪を切るときってまあこうやって切ってくんだけど、結局ね、ここえこうしてるんですよ。わかります？ここばっかりに集中してるから、ここに手があることがわかんない。だから集中しすぎも実はあんまり良くないんですよね。 ということで今日はですねちょこちょこ私も指示を皆さんに出しますしそれからみんなで一緒にちょっとやっていこうと思うんです。ね。自分だけちょっと集中しすぎて切っちゃったってことがないようにしたいということなんですよね。さあカッターは皆さん使える人も苦手な人もいるんですよ。いろんな人がいるだろうと思って今日は丁寧にやっていきます。得意なしはちょっと、ね、お付きき合いいいたただきたいわけですよね さあ話を聞いてる時にカッター触らない方がいいですよそれ集中力ない証拠だからはい集中するっていうのは一個のことに一個のことだけに向かうってことですよ聞くんだったら手は触んないこれですね2、はい、つのことを同時にやらないってことが集中するってことですよやっちゃうとダメだからね2、はい、つのことを同時にやっちゃうとダメだから 特にに毛が伴ううは、ね、注意しましまょうさあ皆さん机の上広くしたいので今日使わないものは中しまいましょう筆箱も使わないですじゃあですね前回前々回とクレヨンクレパスを使ってですね色色の色を塗りました何のためにかというと何か表したいテーマがあってそれを4色で表したわけですねこれで皆さんは一応ね 色だけで形を描かなくても何かを表現することができることが分かったと思いますいよいよ本番に入っていくんです本番はですねこのように9枚のカードに一個一個に絵の具で色を塗っていくわけですよでこの色の塗り方を平塗りって言うんですねで、この平塗りってどういうものかというとしまったしまわしちゃった皆さん赤ファイル赤ファイルちょっと見て その赤ファイルの赤色を見てほしいんですよその赤ファイルの赤色ってね色が薄いとこや濃いとこってありますかないですよね均一じゃないですかそういうふうに塗る絵の具の塗り方ってやったことありますかないよねで、これなんでないかっていうと小学校までの絵の具はそういうふうに均一に塗るのがあんまり得意じゃない絵の具なんですよ でも皆さんに今回買っていただいたアクリルガッシュっていうのはそういう塗り方が得意なんですよだから中学校でこの平塗りっていうのを勉強するわけですね平塗りって何ですかっていうとそのように均一に塗っていくこれが平塗りなんですよそれが分かったら皆さんいっぺん中しまいましょうねファイルさあ続き話をしますよで 何かテーマを決めてですねこの題名がテーマですよねを決めてそのテーマに基づいたこの給食の色を塗っていくというのが今からやる勉強なんですね。こ、はい、こういうういい作作品を作っていこうと思っているんですそのためには皆さんこのカード一個一個ね切り出していきたいわけですよ。皆さん今日画用紙お配りしましたカードこの正方形何個あります掛け算すると早いよね。 20? 24 0 2枚ありますよねこの24枚それぞれカード切り出してください9枚しか使わないんじゃないの思うじゃないですかでも切るのに大体失敗します今日手切らなきゃいいですけどねあと塗る時にもやっぱり失敗することもあるのでとりあえず皆さん24枚は切り出してそしてその中で9枚を最後の本番に使うという風に思ってほしいわけですよ では今からカッターを使って切っていくんですが丁寧にやっていきましょうまずカッターの持ち方ですねカッターは左でも右でもいいんですけどここの尻尾があるじゃないですかここの尻尾をここの手のひらに当てて包み込むようにして人差し指を上にかけるんですやってみてくださいちなみにみんなカッターってさちょっと歯出してみ ねえどっちが切れるの <laughs> こっちが切れるよね,ねだこっち下に向けなあかんよみんないいこっち下に向けなあかんのよでもういっぺんまってもらってまず持ってほしいんですよちょっと皆さん手あげて持って。 も、うん、ってもってあッ OK ね OK ね OK ねその持ち方人差し指かけてるなはいおろしい,いよでこの人差し指に力を入れて切っていくっていう感じなんですよ意外に難しいんですよこれがじゃあ皆さん早速ね定規当てて刃は出さずにちょっと切ってる真似してくださいよはいここで一個指導入れますね皆さん必ず縦に使いなさい縦縦です 横に切らない縦縦に切るうん <laughs> まあいいわ <laughs> はい上から下に切るということですね縦に切るちょっとやってみてくださいよ何回かはい次の指導いきますよ歯は上から見なさい真上から歯を見なさい歯が真上になるように頭持っていくんですちょっとやってみてください <laughs> 俺こうやん俺こうやんあった方がやりやすいな 座高が高い人は座ったままでもできるんだけど皆さんまだ座高が低いので真上から見ようと思ったら立った方がいいよくないですかかそれか片足だけ正座やってみて片足正座か立ってやると皆さんね定規持ってる手に力が入りません体重かかるから。で皆さんは切るときにカッターにばっかり力入れるんですけど。 本当に力入れなきゃい,いのは定規持ってる手なんです定規が動いちゃうとうまく切れないんですよ皆さんこうやって見えてましたここここ歯なんだけどこここんな風に見えてましたちゃんと歯が定規に当たってました大丈夫ですかそろそろ皆さん歯出しましょうよ 歯を出す時は人差し指の第一関節ぐらい出しまししまょうよ人差し指の第一関節はい出していいです第一関節ねそうするともういっぺんねじを締めましょうよいいですねまだ切らないよまだ切らないけど歯は出しといてさあみんな構えて切るよ本当に切るよ 自分が一番切りやすいポジションを取っていくよまだ切らんよこうやってみんな見えてるねこんなふうに見えてる子いないこうやって歯がな斜めに向いてるとこうやって歯が見えてるの歯が見えちゃだめやよ逆にこういうのもだめやよ歯が見えちゃだめやよ必ずあなたの目にはこんなふうに歯が一直線に見えてる線一本に見えてるこれで真上から見てるそして切るときには ちょっとカッターを寝かし気味に切るあんまり立てないってことですよじゃあ24枚すべて切り出しますので皆さんくれぐれも定規を持っている手に力を入れて刃の先に指を出さないようにしてこれから切っていきますそれでは切っていってくださいどうぞ天気悪いな 皆ささんああ,のあれれねねね熱熱海海のさあれ見るるとやっっっっぱ怖いよよ、ね、市で何が起こったてって知ってるよ、ねね、あれね私ねこれ悲惨だなと思ったのが熱海のあの辺に住んでた人たちってみんなうちの土地は地盤が硬いから安全だと思ってたらしいね。でも結構ハザードマップ的には危ない土地だったらしいじゃないですか。 ああなたた方ってハザードバン見たことあります自分のそうでしょう実はねうちの中学校の川向こうとかあれ溢れたら全部水に浸かるとこって知ってました市役所とかあこのこの川の向こう向こう市役所とか駅のあたりも結構水が来るって知ってますそうなんですよ。我が町は意外に危ないんです でちょっとこれね余談なんだけど市のホームページに行くとハザードマップが見れるのでこのタイミングで見おくといいと思います、ね、そういうこともないとば見ないので自分の,あの家の辺りがね安全かどうか確認するといいですよ。さあそれでは切ったカードなんですが本当にきれいに切れていると基本的に形が揃っとると思うんです。ただ揃ってないものもののあると思うので その中で綺麗な九枚を最終的に選んで本番用にするといいと思いますあとは練習用にするといいと思うのでとっておいてくださいということですねさあカッター使ってみました難しかったですかこれね美術の授業では何回かやっぱりカッター使うんですよでも一時間練習するっていう時間あんまりないので これなかなかねこれも言いにくいことなんだけど可能なら家でちょっと紙とか切る練習するといいと思いますよ慣れなんですよね結構さて今日の授業以上なんです最後お渡ししたいものがあるのでそれだけまたお話をしますね